我が輩続きたまえ。力知らずが我が拳の前に切り伏せがいい。どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。 掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。シーマサコン入ります。三成君についてきた若者だ。<笑>誰かを思い出さないか秀吉。あんたをただのイカ様野郎って呼んじまうと 他のイカ様野郎どもがかわいそうってなもんだ。確かに我が輩はいわゆる一つの素敵紳士だからね。兵糧攻めなんて何のその。お茶攻めだけは勘弁だよ。 頭の中身が軽いからだとさ。いや、ここ笑うとこだし。我が輩の素敵ぶりを歌に読んでも良いのだよ。やべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねってろ。我が輩は素敵紳士だやっぱりね。 綺麗に掴んぴんだ。何もかも吸っちまったよ。水が。 これでは先へ進めませぬ。どうだい、驚いたかい。この城は水も防壁として使うのさ。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。 我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。お膳立ては整えたよ。さあ君の思う通りに戦ってみせてくれ大谷君。天を仰ぐか主を仰ぐか目下の悩みはこれに尽きる。みこしに乗った小川君、 お祭りならもっと明るくしたらどうかね。そうよな。なればこの女は頭上を持って余興の一つも見せてやろう。貴様の相手は私だ。行部なの置いてこちらへ来い。我が。 本当に求めたのは。取り乱し。行部。行部。なぜ裏切った。なぜ私を見捨てて生き耐えたんだ。どうかね。
への署名なら後にしてくれたまえよ。完璧だ。それ式のことで図に乗るでないわ。やるじゃないか。やりましたな。この調子で檻の水をどんどん抜きましょうぞ。キツネ汁ってさ、結構美味しいよな。守りくだされ、ナム八幡大菩薩。ステキシー氏の壮絶破れたね。褒めを垂れよ。速やかなる降伏もまた幼少の証ぞ。取り乱しても優雅だね。デードの騎士に横たわりたいか。秀吉様、あなた様の二本の腕にどうかご加護。あやつ、なんという高みに登り詰めているのだ。今が攻め抜きでございましょう。いざ。僕が軍をまとめておきながら、すまない秀吉。半兵衛様、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも吠えすぎないようにね。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。次の城はその近辺に建てるとしようかな。すまない秀吉、将兵の失態は僕の責任だ。締める道化師など最も不要だ。三成、お前の死を我は望まぬ。分かっているな。裏切りよりも先に立つべき憎しみなどあるはずもない。貴様は相対しているのだ、秀吉様の一部に。さあ
拳などとは比べようもなき陣痛を与えてやる。三成よ、我英豪に使える許可を与える。申し訳ございません、半兵衛様。誰か勝利の玄米茶を入れたまえ。我が軍の誉れたる兵士たちよ、王術やめなさい。軍の命、取り乱しのも優雅だね。これ以上お堀の水を抜かせてなるものか。その息だ、秀吉のためにしっかり働いてくれ。我がいる限り落ちぬ。帰国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。気づいたかね、昨晩君たちの鼻緒は全て切っておいたよ。狐狩りは貴公には難しい遊びだね。分かってるね、油断は禁物だよ君たち。了解っす。もっと素敵に、素敵に死の一人の武人として同系の念を抱かせにはおれませぬ。敵方などまことにあっけないものですな。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。君の実力を少々見くびっていたようだ。時々恥ずかしくはなるよね、あの人と一緒にいるのが。配下が必死になるのも我が輩の人徳だよ。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。あれ、狐って褒め言葉じゃないような。貴公は長いものじゃないからね、興味が湧かないよ。結局のところ敵か味方かよくわからん。
ステキ騎士のゴーゼス破れたんで豊臣の将たる者が不甲斐なしさあ手柄は早い者勝ちだよよっしゃー絶対なる力はあそこにある残念だね君がたどり着くことはないよこの僕がいる限りね囚われたまえここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよさすが向かうとこ敵なしだうん、戦なんてとっとと終わっちまえばいいのによに変えて守ってみせますさ死にたくなかったら大将のそばから離れるなよあああ悪いね急いでいるんだ早く済ませよう僕がこうして夢を見ていられるうちにこの城をここまで攻略するなんてやるじゃないかでも剣での攻めぎ合いの実力はどうかな見た目だけなら古名館の武道館に呼びたいところだが貴公は真摯さが足りないからね恥知らず狐が一刻を得る欧州の程度がよくわかるステキ紳士を見たのは初めてなのかいひざまずいて許しを請わないのかいしけ、半兵衛お前を失うわけにはいかぬお前のことだ言うまでもないとは思う分かってる油断なんてしないさ絶対にどれ一つしつけてあげようか天下創生まこと途方もない話だよし半兵衛我らが夢必ず果たしてみせるやっ過去であろうと未来であろうと我が拳で掴み砕けぬものなどなし天地を裁我が力に屈せよ よくぞ我の前までたどり着いた褒美だ覇王の拳を受けるがよいやあやあ夢吉君あるといえば夢吉くん脆弱なものが我を煽るか分かったなと君の目的はこの源泉茶葉だね王鉄破れためわが怒りの激しさを知れ膝はつかぬ我は腐ぬ
ところで我が輩の替えの草履を知らないかね。さあ来たまえ。我が拳の前にひれ伏すがいい。これは策ではない小細工だよ。滅せよ病の種子ども。恐れる心をも腐らせる。それがこの国を覆う毒だ。我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに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 